最終階級は、ドイツ国防軍砲兵大将。第二次世界大戦後、国防軍最高司令部裁判で、終身刑の判決を受けた。オスナブリュックに、書籍販売業者の息子として生まれる。アビトゥア合格後の1913年2月に、ニーダーザクセン風評法、第10連隊に、士官候補生として入営。陸軍大学で学んだ後1914年に、 将位に任官。第一次世界大戦には、中隊長、副官などとして、西部戦線やイタリア戦線に従軍した。終戦後義勇軍に参加した後、バイマル共和国軍に採用される。第六砲兵連隊に配属された後、イギリスで3ヶ月間の英語研修を受け、1926年に、大尉に昇進し、兵務局に配属された。兵務局長。 第二副官、国防経済部を経て、国防省外国軍部に転属となった。1929年に1年間、アメリカ陸軍付となり、経済の戦争動員について研究した。帰国後1935年まで砲兵第1、連隊で、中隊長。1935年、国防省国防経済部長に就任。翌年スペイン内戦の勃発を受けて、 国防将軍事全権代表として、フランシスコ・フランコの下に派遣された。帰国後1937年に、第26方兵連隊長となり、大佐に昇進。1938年、国防軍最高司令部に属する国防軍作戦部、エルブ課長に任命され、作戦部長、アルフレート・ヨードルの代行を兼任した。 この間1934年から1939年までベルギー、オランダ、フランス、イギリス、アメリカ合衆国などで視察研修を重ねた。第二次世界大戦が勃発すると国防軍作戦部次長として少々に昇進。バルバロッサ作戦の秘密裏の立案や国際法に違反して約4000人のソビエト連邦の政治将校や 共産党活動家の即時処刑を命じるコミッサール指令に署名した。1942年に中将に昇進し、1944年4月に法兵大将に昇進。同年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件の際は腕に負傷し、また脳に後遺症を負ったことが後に明らかになった。8月にフランスで前線を視察した際、 エルビン・ロンメル元水同様、戦争遂行が絶望的であると悟った。上官にあたるヨードルの策動もあり、9月になって、ヒトラーはバルリモントへの信用を失い、陸軍総司令部総統予備に追いやった。ニュルンベルク継続裁判に出廷した。 バルリモント戦後、ニュルンベルク継続裁判の一つ、国防軍最高司令部裁判で起訴され、1948年10月28日に、終身刑判決を受けた。1951年に、懲役18年に減刑され、1954年6月には、ランツベルク刑務所を釈放された。西ドイツのバイエルン州、黒糸で死去した。ありがとうございます。